ゆるキャン、つなげるみんなのオールインワン。あったかいね。ほんまやね。秋にしてはいい買い物したわ。だろう。犬山さん、こんな感じかな。うん、ええで。ほい、ちまりん、ココア一丁。ありがとう。なでしこは？うん、私は焚き火を堪能してからいただきます。斉藤さん、あんま火に近づけるとマシュマロ燃えるで。え、ほんと？意外と難しいね、これ。遠火でじっくりとが基本だよ。でもなかなか我慢ができひんわ。だよな。はあ。雲でよく見えないか。もう2時だ。なんだあれ。あれは確実に風邪ひくな。明日まで一泊お願いします。ではここに連絡先と名前を書いてください。チェックアウトは明日朝10時。薪は林の中のものを自由に使ってください。はい。あ？今の子、こんな時期にキャンプやるんかね？あ、伊藤さん。この時期になるとよく来るんですよ、あの子。へえ。小さいのにたくましい子だね。
し切り状態。シーズンオフ最高。この辺にしよう。今日は焚き火やらなくて良さそうだ。めんどくさいし。でも焚き火はな、火起こしめんどくさいし、煙臭くなるし、火の粉飛んで服に穴開くし。まず薪を集める前に、あった松ぼっくり。こんにちは。松ぼっくりはマッチ一本で火がつく自然の優秀な着火剤。傘が開いているものは乾燥していてよく燃えます。あれだ、湿ってる。あった、こっちにも。よし。
取りすぎたけど、まあよし。次に薪、これもなるべく乾燥したものを選びましょう。あまり湿ったものは火がつかなかったり、はぜたりします。買う場合は薪屋さんのものがおすすめで、一束300円から500円。でも利用料を払えば薪はタダで使い放題という気前のいいキャンプ場もあったりします。すぎだけど、よし。貴様ら全員、刀の錆にしてやるぜ。移動してる。まあいいや。焚き火を起こすにはまず火種に火をつけ、熱い細い枝から乗せていきます。空気が通るように隙間を作りながら、だんだんと太い薪を並べます。空気を送るときは弱めに仰ぎましょう。たとえ顔が乾燥すると分かってても、煙臭くなると分かってても、この暖かさには勝てない。あいつ、あんなとこでよく寝られるよな。私なら寒くて死ねる。キャンもどっちも良さがあるよな。
ここだよ。ここだよ。ここだよ。貸し切り状態。どこ行ってんの？モタスコか。富士山帽子かぶってる。あるある、晴れるといいね。だな。さくら、あの子どこに行ったの？いつ戻ってくる気なんだ？そろそろランタン出しとくか。スープ飲みすぎた。トイレ。いない。さすがに帰ったか。近くにいたワンコ、可愛かった。今日は何作るかな。つまり今日山梨に引っ越してきたばかりで、自転車で富士山見に来たけど疲れて横になったら寝過ごして、気がついたら真っ暗だったと。あっちは下り坂だし下まですぐだと思うけど。家に連絡して迎えに来てもらうのは。あ、そっか。あ、スマホスマホスマホ、最近買ったスマホ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 ス。ラーメン食べる？1500円。15回払いでお願いします。嘘だよ。あっちで沸かさないの？
焚き火で沸かすと鍋がすすで真っ黒になるから。へえ、そうなんだ。プロみたいだね。何のだよ。私のスマホ貸すから家の番号を言って。引っ越したばっかりで分かりません。だったら自分のスマホの番号は。記憶にございません。あ、開いた、開いたよ。あそりゃ風邪ひくよな。ソロ以外でキャンプしたことないな、私。誰かとキャンプするってこんな感じなのかな。この子、一人でキャンプしてるのかな。私よりちっこいのに。年下だよな。小学生くらいなのかな。あ、すごいな、ちっこいな。ねえ、あなたどこから来たの。私？あ、ずっと下の方、南部町ってとこ。南部町、よくチャリでここまで来たね。もうトスコの富士山は千円札の絵にもなってるってお姉ちゃんに聞いて長い坂登ってきたのに、困ってて全然見えないんだもん。聞いてよ奥さん。見えないってあれが。あれ、あれ、見えた、富士山。あ、お姉ちゃんの電話番号知ってたよ私。
これで行くぞ。はい、チーズ。うちのバカ妹が本当にお世話になりました。これお詫びです。あ、いや別に大したことは。あんた持ち歩かなきゃ携帯電話とは言わないのよ。ほらさっさと乗れ豚野郎。おやすみなさい。風邪ひかないでね。おやすみなさい。ラーメンがキウイに化けた。変なやつだったな。戻ってラジオでも聞こう。ちょっと待って。私の番号、お姉ちゃんに聞いたんだ。カレーメン、ありがとう。今度はちゃんとキャンプやろうね。じゃあね。やっぱ変なやつ。まあ登録だけしといてやるか。あんた明後日から学校でしょ。フラフラしてないで準備しなさいよね。大丈夫だよ。ねお姉ちゃん、キャンプ道具ってうちにあったっけ。んー、でかいテントだったら見た気がするわね。本当？夜の富士山また見に来たいな。さっきから気になってたけど、あんた、ん？なんか煙臭いわよ。およよ？やっぱこの椅子座り心地いいな。あっちの方で散策してくるね。行ってらっしゃい。ここだよ。カレーメン、カレーメン。ここだよ。ここだよ。ここだよ。この椅子座り心地いいな。お出かけするとついつい。ここだよ、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 ここだよ。食べ物が定番だな。
準備終わりと。よし、出発だ。リンちゃん、次はどうしたらいい？そうだな。何をしようかな。そうだな。おう。もう。よし。いいんじゃない。なあ。
凛ちゃんは何したい？いろいろあるけど、いいな、これ。葵ちゃん、何しようか。ゆっくり決めよう。なんか面白そうなもの。いや、待てよ。あのさ。だな。おう。そうだな。なるほど。ありがとう。おい。まったり行こか。よし、やるか。まったり行こか。さあ、気合い入れていくぞ。よし、やるか。どうぞ。いただきます。よし。いい感じにできたな。おめでとう。ここだよ。ここだよ。楽しかった。また来たいな。うん、すっごく楽しかったよ。ここだ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 よ。
明日はこれな。これがもらえるのか。明日は何かな。楽しみ。これがもらえるのか。明日も楽しみにしててな。ホーム画面では自分だけのキャンプサイトを作れちゃうよ。レイアウトからキャンプサイトや配置するギアを変更できるし、オプション機能からBGM も変えられる。いろいろ試してみてね。次に何をすればいいか迷ったらゆるなびを見てみて。順番に進めてけば遊び方が分かってくるし、報酬ももらえるよ。いっぱい遊んでいっぱい食べて、キャンプって楽しいね。ギアをクラフト。ホーム編集でキャンプサイトに置いてデコるのもいいよな。わ、たくさんある。どれにしようかな。これでもっとキャンプを楽しめるようになるよ。これでもっとキャンプを楽しめるようになるよ。これでもっとキャンプを楽しめるようになる。これでもっとキャンプを楽しめるようになるよ。わ、たくさんある。モトスコでリンちゃんと食べたカレー麺、あの時もすっごく美味しかったな。並べるギアとか、キャンプサイトごとに置けるギアの数が違ったりするみたいよね。最初はお任せでギアを配置してみるのもいいかもな。モトスコでリンちゃんと食べたカレー麺、あの時もすっごく美味しかったな。お土産何しよう。ちょっと休憩するか。行ってきます。やっぱカレー味だよな。まったりキャンプ、はあ、楽しいね。やがて旅立ちの時。
ノクルの運命やいかに。やっぱこの椅子座り心地いいな。ちょっと休憩するか。